令和4年11月1日から6日まで越谷コミュニティセンター展示ホールにて越谷平和フォーラム2022平和展を開催しました。市では平成20年11月に行った越谷市平和都市宣言の趣旨を踏まえ、平和に対する市民の思いを深めるとともに、戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを後世に伝えるため、平和展、平和講演会を毎年開催しています。今年は、世界の戦争、紛争と子どもたちをテーマに、パネルや写真など、約260点の資料を展示しました。これはパレスチナのガザ地区に住む子どもたちがこの戦争で見たものというテーマで描いた絵です。子どもたちの悲しみや恐怖が描かれています。度重なる空爆によって多くの子どもたちが心に傷を抱えていました。特定非営利活動法人地球のステージでは医療支援活動とともに心のケアを行っています。ワークショップを通じて人々が心と体の健康を取り戻し前向きに生きるための支援をしています。他にも越谷市大吉に墜落した戦闘機の一部や幻の小木島飛行場についてのパネル、市民の方から寄贈いただいた戦時中の実物資料、越谷に集団学童疎開した児童の卒業文集、越谷市の大沢小学校に所蔵されている青い目の人形、今年復帰50周年を迎えた沖縄でかつて繰り広げられた地上戦の様子、広島の原爆によってわずか12歳で生涯を閉じた佐々木貞子さんの展示も行いました。今後も越谷市では様々な形で戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを後世に伝えてまいります。